まず、歌が上手だったんです。で歌が上手な人いっぱいいます。踊りも上手だったんです。で、歌って踊ってる人、はいはい僕やったことあります。これで、一人でやってるっていうのにまず引き込まれたのかな。歌って踊って、あ、何この子。 ういうふうに見たら、こう、テレビの上の方の紙に、あの、三浦春馬、っな。三浦春馬って書いてあったのが常に。でも、なんかピンときてないの、ど、え、な、三浦春馬くんあの三浦春馬くんなのかなで、もう一つの要因が引き込まれた最大の要因だと思うんですけども、大きかったんですよ。い格。 うん、僕は体小さいですし、で、歌っても踊ったこともある。ただ、歌って踊って一人で、ね、のパフォーマンスなんてテレビでほとんどやったことないですし、ライブとかだってありますけども。で、僕なんかの世代って比較的やっぱりその大きい人って、そんなに踊れるっていうか、踊れるんですけど、踊るスピード、おー、麒さ、シャープさっていうのは限られていて、 こんなに歌えて、こんなに踊れて、これを一人で、この体格でっていうものが、うん、僕はちょっと引き込まれてしまったところかな、うん軽い嫉妬みたいのもあったのかな、うんその時はもう僕歌の活動やってなかったんで、あ、もうこういう、いグループで今日だと、 踊りの上手い人とかもすごく、あ、こいつ上手いなとか。いや、そのボーカリスト上手いなとか。うん、あ、こん体がちっちゃい人でも、おっきい人でも踊りの上手い人いるんだけども、この歌って一人っていうのがね、うん、うん、見たかった。